今日米子市の県営東山水泳場で水泳の県高校総体の開会を前に、米子市出身女子板飛び込みの三上紗也可選手と日本代表ヘッドコーチを務める安田智巻コーチの壮行会が行われました。鳥取県の方々のご支援ご協力があって、また大きな舞台に立つことができました。来月福岡で開幕する世界選手権に出場予定の三上選手、去年は女子シンクロ板飛び込みで日本勢初の銀メダル獲得という快挙を成し遂げました。今年は個人種目でのメダル獲得を狙います。自分の実力を 100% 発揮できれば、着実に確実にメダルを取れることができると思うので、パリオリンピックを見据えて頑張りたいと思います。久々の地元で活躍を誓った三上選手、世界選手権での活躍が期待されます。